AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ロシアの受刑者たちが軍の徴兵計画から反乱を起こし逃走。ロシア当局は受刑者を捕まえてウクライナとの戦争に参加させるというリクルートスキームを使用していると言われています。11人の受刑者が逃亡し、仲間の新兵が戦闘を拒否して地下室に収監されるなど、この計画は問題に直面しているようです。独立系ニュースメディアのオストロズのノボスチはこの混乱を捉えた音声を流出させ、正体不明のロシア国防省職員が収容者に命令に従うよう説得しているのを聞いています。オストロズのノボスチが共有した10分間の映像では、戦争のために集められた収容者たちがドンバスのウクライナ軍の陣地を襲撃することを拒否しています。彼らは自分たちが人波型攻撃を行うための消耗品とみなされていることを知る。そして無名の関係者は、自分たちには選択肢がないこと、6ヶ月の任期が切れる前に戦争から離れるには自分たちが死ぬか重傷を負うしかないことを告げます。この関係者はまた、指揮官は規律を確立するために武器を使用する権利があると警告し、自分の立場を放棄した受刑者に対して武器を使用することができると言います。役人はワグネルグループの創設者エフゲニー・プリゴジンに言及し、収容者を誘惑して服従させようとします。彼は自分たちは殺した相手からしか戦利品を取れない、命令に従えば報われるという。収容者たちは採用時に見せられた契約書には今言われているような条件は含まれていなかったと反論する。またどこかに連れて行かれたと証言している司令官の消息も気になります。受刑者たちは自分たちには適切な書類がなく、軍が単に自分たちを騙しているのではないという保証もないと言います。ある収容者は、せめて私たちが殺されても家族に何らかの保証を与えてほしいと懇願する。しかし職員は動揺することなく、5分後に退去すること、命令に従わないことを報告することを告げた。入隊はとんでもない間違いだったと語るこのグループの受刑者の一人は、オストロズのノボスチ神に軍はほとんど訓練を受けていない受刑者を戦場に放り出そうとしたと語った。彼らが抗議した後、ある軍人は率直にお前たちは騙されたんだと言ったという。ロシア政府がこの募集方式を使うとは憂慮すべきことです。これは違法であり、強制労働の使用を禁止する国際法にも反する。さらにすでに投獄され服役している個人が何の関心もない戦争に強制的に参加させられていることは容認できない。また政府が資源や選択肢が限られているような弱い立場の人々をターゲットにしていることも問題です。このような状況は人権を保護し、誰もが司法にアクセスできるようにすることの重要性を強調しています。また政府の行動には透明性と説明責任が必要であることも強調されている。国際社会がこの慣行を非難し、適切な対策を講じることが極めて重要である。ロシア当局が使用したリクルートスキームの音声が流出したことは憂慮すべきことであり、国際法に反している。戦争に参加するために受刑者を募集することは違法であり、非倫理的であり、容認できない。この状況は政府の行動における透明性と説明責任の必要性を強調し、人権を保護することの重要性を強調するものである。国際社会はこの行為を非難し、適切な対策を講じる必要がある。ウクライナの秘密兵器はプーチンを恐怖させるべきです。ウクライナは7年以上前からロシアと戦争を続けている。最近ウクライナ人の捕虜がロシア人の捕虜に銃殺される映像が流れ、ウクライナの人々の勇気と回復力が再び浮き彫りになった。資源や人員の面で劣勢に立たされているにもかかわらず、ウクライナはロシア軍に対抗し、プーチンの併合計画を阻止することに成功した。ウクライナがロシアの侵攻に対抗できた重要な要因の一つは、兵士たちの高い士気と闘志である。ウクライナの契約海兵隊員としてマリウポルで戦った元英国歩兵のショーン・ピナックが説明するように、いくら金や脅しやおだてを使っても死ぬかもしれないと知りながら戦うことを強制することはできない。ウクライナの兵士が互いに
そして国のために命を懸けるのは大義に対する信念、家族や国が自分を頼りにしているという知識、そして強いリーダーシップとチームの結束力なのです。ウクライナがロシアに対抗できるもう一つの要因は軍のリーダーシップとインテリジェンスの質の高さである。ゼレンスキー大統領はキエフに泊まり、自らの模範によって国を結集させることで強いリーダーシップを発揮している。ウクライナ軍は欧米の訓練を受けており、作戦戦術面でロシア軍を圧倒している。またウクライナ軍のインテリジェンスは英米からの直接の情報提供もあり、非常に高い成果を上げている。最後に、ウクライナがロシアに対抗できたのは資金や武器の面で西側から受けた支援のおかげでもある。この支援はウクライナ軍の戦闘能力を高めるだけでなく、士気を高める上でも根本的に重要なものである。アフガニスタンで見たように、このような支援がなければ、どんなに訓練され装備の整った軍隊でもすぐに崩壊してしまう。ロシアの侵略に対するウクライナの抵抗は、自由と未来のために戦う人々の意思を打ち負かすことはできないというプーチンへの警告となるはずである。最近、ウクライナの捕虜が銃殺されるときに反抗的にスラバウクライニという言葉を口にした映像は、この抵抗の強力なシンボルである。それはプーチン軍がどんな残虐行為をしようとも、ウクライナ国民が脅かされることも敗北することもないということを思い起こさせるものだ。ウクライナでの戦争が続く中、欧米が道徳的、物質的にウクライナを支援し続けることが重要である。ウクライナの人々は自分たちの自由と国のために戦う意思を示しているが、彼らだけでそれを行うことはできない。彼らはロシアの侵略に抵抗し、自国に民主的で豊かな平和な未来を築くために我々の助けを必要としている。戦争研究所によると、ロシア軍はバクムートの占領を利用することができなかったという。戦争研究所 ISW の最新報告によると、ロシア軍はウクライナのバクムートより先に進むのに必要な機械化部隊を変えている。ウクライナ大統領ボロディミル・ゼレンスキーによると、バクムートを占領すればロシア軍はクラマトルスク、スロビアンスクおよびドネツク州の他の重要な居住地へのオープンロードを手に入れることができます。しかし ISW はロシア軍にはバフムートの戦術的な捕獲を利用して作戦効果を生み出す能力がなく、バフムートの捕獲後急速に絶頂に達する可能性が高いと指摘している。さらに報告書は、ロシア軍にはバフムートを越えて前進するのに必要な機械化部隊がない可能性が高く、都市に対する攻撃で使用された戦術的な突撃文献隊は機動戦を行うことができない可能性が高いと指摘している。最近のロシア軍のバフムート市街地での前進は、ロシア軍が歩兵主導の正面攻撃で限定的な戦術的利益を確保できることを示している。さらにロシア軍は高度に要塞化されたバフムート西部の道路を攻略するのに必要な機械化部隊を変えていると思われる。 ISW はロシア軍がバフムートを占領した後、2つの分岐する進撃路を選択する必要があることを示唆している。ロシア軍はコスティアチニフカに向かうか、 E40 高速道路に沿って北西に進み、ドネツク州北西部のスロビャンスク、クラマトルスク地域に向かうかである。しかし劣化したロシア軍は成功の可能性を高めるために、どちらか一方を優先的に追求する必要があるようだ。またウクライナ軍はこの2つのルートを厳重に要塞化しており、これらのルートにはウクライナ後方の奥深くを走る多数の地上連絡船が通っているため、ロシア軍がこれらの道路を進もうとすれば大きな損害となる可能性が高いと指摘されています。報告書は、ロシア軍は10ヶ月間の攻撃で戦術的勝利以上のものを得る可能性は依然として低いと結論付けている。ウクライナ情勢は依然として緊迫しており、動向を注視することが不可欠である。関係者全員が紛争の平和的解決に向けて努力することが、さらなる暴力の激化を防ぎ地域の安定を促進するために不可欠である。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。